元気、活力、衝撃を届けています。よさこいを通して全国各地の本気に触れる、たくさんの仲間と一生ものの青春を過ごす、泥臭く夢や目標を叫ぶ、踊りに向き合い仲間と心から泣く踊り侍には、誇れる仲間一人一人の本気を恐れず向き合える空間、居場所があります。泥臭く本気で向き合う姿、本気で望む楽しさ、そして踊りだけではない熱きをご覧あれ。それでは早稲田大学踊り侍の皆さんです。よろしくお願いいたします。学生注文お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっ、一発目大阪で全力見せちゃおうぜ。それでは侍参ります。紡いだ愛が証となる、刻め陣。失敗を恐れて動き出せない、それは恥ずかしいことじゃないよ、普通だろ。問題はあなたが不安のままでいいかってことだ。大丈夫、ここは成功も失敗も全てを受け入れる場所。それが何度転んでもまた立ち上がって、ここに着地していける、挑戦することに挑戦しろ。くだらないことで笑っていたいんだ。自分のペースでいいから歩みを止めないで。喜び、悲嘆、心配、期待、感謝、そのすべてが今あなたの愛情の糧となる。
忘れなくて、今孤独を感じていても決して人を信じることをやめないで、あなたが話すの大切な人に感じないで、過酷な世界で、それでも人は生きていくのだから、いつまでも客観視ばっかしてんだ、俺たちの目はここについてる。込めてありがとうございました。ありがとうございました。サムライ撤収、ありがとうございました。吐けそって、ありがとうございました。早稲田大学おとり侍の皆さんでした。もう一拍手をお願いいたします。すごいですね、一糸乱れる姿というか。